でまた前回の続きで、はい、子供をプロゴルファーにしたいんだったら、うん、その今までの話踏まえて、うん、どんなな練習させたらいいのかない半々あって、うん、半分は本人がやりたいことをやらせる、うん、親とか本人以外から何かをやらせたい場合は、うん、本当に基本だけ、うん、あもしくはその本人がやりたいことに関しての内容にこう似たものをやらせること。 っていいうのがすごい大事あとは本人がどうなりたいかを漠然的に聞いとく例えば飛ばすようになりたいのか、うん、アイエンでピンにズダーンって刺す球が打ちたいのかとかいろいろあると思うんだよパターがうまくなりたいとか。でそれも始めたばっかのジュニアなんかはそれすらも分からなくて当然だと思うのね。うん、したら憧れのの選手ととかそういういいものを聞いとく、うん、例えばね俺らだったらタイガー・ウッとか。うんうん そういういになって今,今だったらねくんとか松山くんとかってなってくると思うんだけど例えば松山くんだったら松山くんは飛んでパターが上手くてでアイアンも切れるとかってバランスがいいじゃないまあプロゴルファーあのみんなそうなんだけどもでも全て同じ量の練習をするぐらい均等にこう平均的にレベルが高い。だから 全部の練習時間を同じぐらいにやらせてあげたりとか、そういう風うなこう。カリキュラムを組んであげた方がいいよね。うん、あとはまあ。でも本当やる気の出る練習をとことんさせることだよね。うん。アプローチパターはやりすぎってダメになることはないから、もうパターとウェッジ1本は持って練習場に行かせるぐらいの感じでもいいよね。 反対にやっちゃいいけない練習とかうーんとねやっちゃいけない練習っていうのは、うん、意識をしない練習をさせることはよくない。あだダラダラダラ。そう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 。だったら球数制限した方がいい。あ<ー>あ今日見てやる気なさそうだな疲れてそうだなと思うんだったら、うん、いつも300400とかそれ以上打つんだったら100限定とか。うんうん、でこれでどうにかしろってやった方がいい。で考えさせる。100球をどういう練習をするか。上地1本100 全部打ったったていい100球の中で10球ずつ10本打ったっていいそうそういう工夫をした練習を本人にやらせる打ち放題だったら時間制限じゃない何時間の間にどういうペースで打てばどれぐらいの球数打てるかっていうことを学ばせる、うん、そんなのは内容も何でもいいただパーン パーンってただ打たせる練習っていうのは一番良くない。例えばじゃあターゲットを狙わせる。必ず狙わせる。とか、うん、そういう練習は絶対させた方がいい。もちろんね、意味のない練習ないってよく言うけど、でも意味のないことに近い練習ってあるから、必ずその練習が意味を持たせることっていうのはすごい大事で。あとは、例えばじゃあ2時間で終わりですって言ったら、もうちょっとおかわりしたい。 絶対やらしちゃダメ。ああ<ー>。そう。<ー>絶対やらしちゃダメ。うん。そのモチベーションを次の日につなげた方がよっぽど上達する。そうだよね。うん。もうちょっとやりたいで終わらせた方がいいんだよ、ね。そう。満足して終わったら次の日絶対成果はないから。そこで一旦区切っちゃうからね。ねああ、そう。そう。だから足らないぐらいでいい。見えてきたぐらいだとその見えてきたものを考えて寝るから。完璧だと、もう、ああ、完璧だで、頭から外すからね。 うわ最後の一気で掴んだそんな素晴らしいことない <laughs> あっほんにう今できそうだと思ってあれ ?t が出てこない最高 <laughs> 最高それで終わっちゃったんだねそう,がそ,うその感覚ずっと考えるから <laughs> あれで打ったのがよかったんだよもう一回確かめたいそれがいいんだもんそうなんです意欲です <laughs> そうそうなん 大体いいキャディバッグを車のトランクに入れる時にああよかったって言った人でこう次の日続いた人じゃないかな <laughs> <laughs> 打ちてえなーっていう人だからだからそういう一発にかける練習はプロはやらないずっと同じ練習をして1球目から最後の1球までメリハリを逆につけないじゅわって練習するからだからいいも悪いもないその時の1日通してのフィーリングだけだから。 そう、最後の良かったんだよねっていう練習はしない。絶対。それはあっちゃダメなのあっちゃダメ。あっちゃダメ。だから作らない。うん、そういう一球を作らない。フィーリングだけ残したい最後の一球とかだったら全然いい。うそう。うん。タイガーもよくやるんだけど。うん、そう、でも練習内容としての、その、あ、この感じっていう最後の一球で満足したら、やばいと思った方がいい。それこそそっちの方がお代わりした方がいい。<laughs> <laughs> そうそうそう満足しないほうがいい最後に聞きたいのは心構えかなおそれは子供の持ってた方がいい心構えとあと親だよねうんどんな気持ちでいればいいのか絶対にライバルを作った方がいいこの子には負けないうんとね俺ねハテナだったことがジュニアの時あって目標スコア決めろとか言われるんだけど目標スコアって 出したことない数字って未知の世界じゃない、ね、だから目標として置けないの頭の中に。ああ、現実味がない。そう、現実味がないの。<ー>そう、だから例えば親と回るんだったら一、うん、ホール親よりも内側にピンに打つとか、うん、ナイスボールを親よりも一発多く打つとか、うん、そういう現実味のあることを目標にした方がいい。よく大きい目標を持ってって言うんだけど、それはそれでいいと思うの。うん、だけど、 その未知の世界の目標って持ちづらい子って結構多いのよ、うん、だから必ず今日クリアできそうな目標を1つ2つ作るのとあとその人に対しての目標っていうのは絶対ライバルを作った方がいいあの試合であの子に勝つ、うん、それは泥試合でもいいし、うん、もちろん好成績だったら好成績でいいんだけどそう,そういういうにねライバルを作った方がいいだからわざと あの親が意識させるってことは大事。あ,<ー>あの子なんか良くないスイングみたいな、<ー>そう意識させる。<ー>あの子いいスイングするね、いい球打つねとか、あ,あ、そういうのはね意識させた方がいいよね。灯しを燃やすっていうかね<ー>ああ、火をつけてあげるのは親だから。<ー>あ,あ、自分でもそうなんだけど、<ー>でも本人ってやっぱり大人じゃないから、<ー>その火ってやっぱちっちゃいんだよね。<ー>あ,あ、やっぱこう大きいものを こう燃やせるのってやっぱ親の力ってすごいから,うんからそういうのってねこう親がこう分かっていながらこう指摘とかね意識させることってすごい大事だなと思ってあと小技小技とかに関してもそうなんだけど原理を教えてあげるとね面白いピタゴラスイッチとかそういうのもそうなんだけどなんかこうバンカーショット出ない大人の方結構多いじゃない。バンカーはこうやって出る だだよだけ教えるそれちょっとやってみないとか、うん、だるま落としてみてとか、うん、そ,うそういう遊ばせるの例えば砂で山作って、うん、ボールその頂点にスッと乗せて、うん、砂打ったらドンと落ちるじゃん、うん、それをやらせるとか、うん、ボール打たなくていいんだよボールをね下に落とすのそれやろうっつって、うん、やるとかだとねどんどんやるからそういうね工夫だよね練習の、うん、いかにこうジュニアをこう飽きさせないあとね 親御さんに対してはあくまでも大人ではないってことを改めてこう子どもジュニアゴルファーに対して思っておいた方がいいずっとそれはスコア悪い時だったりやる気がない時だったりそれはもう必ずあるしうんだからそういうのを寄り添ってあげることはすごい大事で無理やり連れてく同級生とかいたの俺の時も。 スコア悪かかったらゴルフ場に置いて帰るとかね、うん、電車でバスと電車で帰ってこいとか、うん、まあそれはねその方の家のしつけだから、うん、ああだこうだ言わないけどもう本当普通のジュニアゴルファーを育てるんだったらもうやる気ないんだったらだったら家でゴルフの話をするだけでもいいスイングしなくていいその日一日ゴルフを考えたくない。 ないのかもしれないし。したら、ゴルフの話、家では一切しない。もう全然好きな、楽しいこと。やっぱりね、ゴルフより遊びのが楽しいし。うんうん、俺もそうだったし、うんうん。やっぱりみんなが遊んでる間、ゴルフやるって、すごい遊びたいなって思ってたもん。子供の気持ちだけ大切にするっていうのもどうかと思うけど、ゴルフに関しては、無理やりやらせるものじゃないから。 やる気だからね最後は本人のやる気がなかったら絶対伸びないからそういうのをやっぱり親の理解っていうのが少しでもあった方がそう、うん、いいいいと思うよねうーんまあ多分トーク君とか俺の時はね根性論みたいなね,、うんうん、ね感じだったからさ、うん、あれだけどまあ今の時代はねまた違くてやっぱこう伸び伸びさせすぎてもいけないんだけど、うん やるんだったら厳しくやらせてやらないんだったら甘くした方がいい甘くっていうかそのじゃあやんなくていいよとやる気が出た時にまた一緒にやろうねって言ってあげた方がいいよね、うん、何でもかんでもやるっていうと本当に面白くなくななっちゃうからね。うん、うんうん、それでいい経験した平井もいるけど、うん、でも辛いことの方が多くなっちゃうからね。うん、だからそのの辺は親御さんの こう温かかいいい目で見てももらった方がいいかもしれないね前ちょっと雑談してた時にさ、うん、プロになりたいジュニアの子を見たらさ、うん、厳しく教えるって言ってたじゃん。打席に入ったりしたらめっちゃくちゃ楽しくやるけど、うん、ゴルフのことでスイング以外のことはめちゃくちゃ厳しいかもしれない。ああそういうこと<あ>そういう意味なんだ。ああ マナーとか。そう,そう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 。あと向かう姿勢とかってことね。そう、ゴルフは絶対に個人スポーツって言うけど個人じゃないから。そうなんだ。そう。そのゴルフ場を作ってくれるグリーンキーパーさんだったり、うん、そのゴルフ場でご飯を作ってくれるレストランの方だったり、うん、絶対自分一人じゃゴルフはできないから。そういうところに感謝の気持ちがないんだったらゴルフやんない方がいい。例えばトイレ一つにしてもそう。 ジュニアが、そういう子はいないと思うけど、俺は客だって言ってゴルフ場に行ってほしくないの、ジュニアが。自分もゴルフをやる選手であって、おもてなしされる立場ではない。ちゃんとゴルフ場に行くんだったら、よろしくお願いしますっていうことと、ありがとうございました。ジュニアゴルフはスタートする前にコースに一列。ホールアウト、18番ホールホールアウトしたらコースにありがとうございました。ああいうの俺も境で習ったんだけど、 あれって最初は恥じらいもあったけど今思うとすごく大切なことだなとだからあの松山君のキャディさんがマスターズ優勝した時にああいうのってすごく大切戦わせてくれた場所っていうそれってやっぱゴルフ場一つにしても何百人っていう人がそこを作ってくれてるその場を提供してくれてる。 で、何万人っていいうギャラリーがいる、うん、絶対一人じゃ成り立たないましてやまだ未成年の年齢で自分で何もできない時に周りの協力あってのジュニアゴルファーだからそういう気持ちは絶対にゴルフやってる以上持っといた方がいいよねスイング以外のことではすごい大事、うんうん、そういうことが厳しいんだそうだから例えば例えばだよ LINE はどっちに切れるのかなって楽しく2人でやってるとするじゃない政党、うん、のことうん、うん、で「ああ外れちゃったね」って言って「じゃあお先」っ,って言って「ナイスパー」っつってでよくねその場でこうやって、うん、あのスコア書く子とかいるのよ、うん、グリーン上で「うん、どこで書いてんの!」って言うと思う多分俺「<laughs> そこでき次の頃のティーグランド行って早くそこで書きなさい」って言うかもしれないで次の頃のティーグランド行ったら「うん、何番で歌おうとかね」ってまた言うかもしれない <laughs> そう。そう そうポイントがある例えばジュニアだったら自分で打ったところを目つちしなきゃいけないしたらその目つちをしなさいとかでボールグリーンに打ったらえぐれるからピッチマーク直しなさいとう,ん、うん、そ,うそういうところっていうのはジュニアの頃はやっぱり厳しくしただから俺らの時なんて雷爺さんっていたからね今だってなかなか、まあ、時代もそうだけどいないもんねそうだよねやめちゃうからねそうなのそうなのだからあの うちの、だから喫茶店もそうよ社長も俺小学校の時なんてもうお客さん構わず怒鳴り散らしてたけどやっぱ最近はねそうはいかないしね時代は変わったけどもマナーとかは変わらないじゃないだから本当それこそ前も話したけどこのスコアラインに砂が入ってたらもうゴルフやらせてくれなかったぐらいそれぐらい道具を大事にしなさいってただじゃないしうん でましててメーカーカささんんから提供されてるんだったら余計じゃない、ね、そういう道具の大切さ、うん、とかそういうものをジュニアの時に学べたら絶対にこう役に立つ時が来るんで、うんうん、そういう,こう心構えでゴルフをやっていただきたいですねジュニアゴルファーには。必ずお父さんお母さんの背中を見てゴルフをしてますんでお父さんお母さんもねしっかりと。 ゴルフを頑張っていただいてやっていただけたらいいと思いますんで、あともう来てもらうだけだね。あ、そう、そうです。そうすでもね、あの、本当に言うことは多分すごい少なくて、がっつりジュニアなんか、特にペースをこう早くしてレッスンに来る必要はなくて、うんうん、本当月一とかでも全然いいペースだよね。うん,うん、うん、あんまりこういっぱいこう習いすぎても教えることもないし、うん、ジュニアって。うんうん それよりも成長の方が早かったりするからねうん。だからその成長をうまくダメな方向行ったらこうこう支えてあげるっていうぐらいの方がいいよねもう全て整えてあげると伸び悩んじゃうからうん、いろんな方向に行かせることも大事ですねはい。では動画の方以上になります気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします最後までご視聴ありがとうございました この度ワンンンンップゴルフのオンラインサロンを始めましたセクシーショットありのマル秘映像ばっかりでございますのでぜひ興味ある方は入会していただいてですね「知ってるあれ」っていうネタをですねコンペとかで言っていただければと思いますのでぜひご入会よろしくお願いいたします。